憲法改正、はいまあ憲まあ、憲法記念日ということで,です、ね、これ、読売新聞ですけれども、憲法改正、61%が賛成となっています。 はい、これもだいぶ高まってきて、まあ、ロシアの侵略、それからコロナの影響、まあ、こういうこともあって、ですね憲法改正の賛成というのが、まあ、読売新聞で61%ですね、朝日の場合、ちょっと下がってますけれども、であの3系は3系でもうちょっと高い数字になってますよね、だからもう、もうあのまあ、6割方賛成、でこれ、もうちょっと議論をちゃんと突き詰めていけば、ですね、えーまあ、理解してくる人、また増えてくるでしょう。はいえー、なので、えーっと そうですねだからもう、だって自民党がもう安定多数取っているわけですし当然、憲法改正を提言した上で選挙勝っているわけですからすす進めなきゃいけないわけですね、で6割賛成ということですからいやこれはあの、はいえー、いや進めなくてはいけないこれ、憲法改正を進めるというのが。 これ、民主主義に合致するわけですね。これ、のらりくやりとか進めないというのは、これ、民主主義に反するわけなんです。ですから、あの、まず公明党が癌だということですよね。だって自民党が進めるって言ってるのをいつも止めて反対してるのは公明党ですからね。与党にもかかわらずですね。えー、そして、なんか自民党もね、野党を尊重しすぎてるんですよ。だって安定多数を取ってるんですよ。 えー、所詮ね、一個一個の野党を見てくださいよ、吹いたら飛ぶような放末ですよ、まあ、尊重はすべきでしょうけども、その人たちがね、だっこの憲法改正のプロセスにブレーキをかけたり止めたりするような、そんな権限を与えること自体がね、だからこれ、民主主義の決定に反してるんですね、スムーズに進めるのが民主主義の正しい運用なわけです、だってもう決まってるわけですから、方向性は。 はいえー、ですからあの尊重するのはいいんですけども尊重しすぎです自民主導でどんどんいけばいいんですよ来ないなら来ないで別にいいですわ来ないから止めてとかする必要ないですあ来ないんだったら進めるようでいいんですよ、えー、どの議論をするかこんなもん自民党が決めましょう,もう9条だけでいいですわいちいちなんか全条文をチェックしてとか憲法の基礎勉強とかこんなことやってる日、うん、場合じゃないですよ9条だけでいいですよ、ね、9条だけをやると いや、来ないなら来ないでこっちで決めるからなと。ああ、もう自民と維新だけでやるから、あとは結構ってどんどんやればいいんですよ。ね。全部議論とか。いらないんですよ。最も重要なのは9条ですから。これが喫緊の課題なんですよ。あとでも、でもいいやつは、あとでに回しゃいいんです。配慮すべきだけれども、尊重すべきだけれども、配慮しすぎ、尊重しすぎはダメですよ。ガンガン進める。ついてこないんだったら、ね。自民、維新だけで行くから。ね。いや、 来,なな来たくないやつは来たくないやつは来なくていいと。ええ、その代わり何の影響力も与えられないから、それでもいいなら来ないでいいよと。少しでも影響を与えたいんだったら、悔しかったら選挙で勝って出直してこいと。なんならばね、あの、あのー、まともなことを言えば聞いてやると。う、え、ん、え。だから、聞かせていただくんじゃないんですよ。聞いてやるんですよ。言いたいことあるなら来いと。聞かせていただくんじゃないです。聞いてやるから、言いたいことあれば来いと。これが放末政党の役割ですよ。 流れを止める権限なんかないですよ正当なことを言えば聞いてもらえるかもしれないそれだけですそれが法末政党の存在意義なんですそれをやらないんだったら結構ですよ彼らの意見反映されないままいきますからそれでいいんです、えー、配慮しすぎだよこれもう読売新聞どちらかというとまあまあ右左ある中で真ん中ぐらいと思われてますけども 61%賛成ですからまあこんなもんです産経はちょっと高め朝日はちょっと低めに出ますからまあこんなもんですよこのままこのまま議論を加速していってやっぱり今重要だってことになればもっと増えていきますよこれだってほとんど分かってない人が含まれてるわけですからね徐々に議論が加速していくと,ほとんど分かってない人の比率が減っていくわけですで分かったらもうほとんどこれ賛成ですよ憲法改正に反対してる人っていうのはイデオロギーでね、えー、反対してる のがほとんどですちゃんと状況分かったら現状維持なんてありえないんですからね, <laughs> ねえだって消防署を作ったら火事が起きるとか警察署を置いたら犯罪が増えるっていうのと一緒ですからね自衛隊が、ね、動けるようになったら戦争が起きるって逆ですから。 こんなもんちゃんとですね現実を見ればおのずと正しいところに行くはずなんだから結局ねあの間違ったものは淘汰されるんですよ、この言論だから言論が重要でもう自由闊達にやればいいんですがんがん議論すればいいんですそれでちゃんとね、えー、みんなね、あのー、ちゃんと議論すれば聖徳太子の十四十の憲法ですよみんなで話し合ったらちゃんといいところに落ち着くんだから、はい、だから自民が主導していけばいいんです。